外国語による運転免許の学科試験について、二種試験に至ってはですね、まだ外国語はゼロ、タクシーバスの運転手こういった方に外国人をという声もある中で、やはり早く対応するべきだということ。教えてやすえちゃん。最近外国の方ずいぶん増えてまいりました。技能実習生、特定技能の方、いろんな方がおられますけれども、例えば工事の現場で、また農業の現場で運転をしなければならないということも生じています。免許をね、もともと持ってきてる人だったら、いわゆる国際免許にするとか書き換えとかありますけども、免許を持ってないゼロから免許を受けたい人のために、やはりもっともっと道を開くべきではないかという、こんな質問がありましたので取り上げさせていただきました。一種二種それぞれ現在学科試験は何カ国語に対応しているのか教えてください。警察庁では第一種免許及び第二種免許の学科試験の多言語化を進めるために、英語、中国語、ポルトガル語等20言語の問題例を作成をいたしまして、各都道府県警察に配布をいたしております。各都道府県警察におきましては、これらの問題例を活用しながら、外国人の居住の実態や要望を踏まえまして、外国語の学科試験の導入を進めております。20言語準備をしておりますが、現在使われているのは7言語実施をしておるところでございます。英語はさすがに47都道府県全ての県で対応してますけれども、その他の言語はほとんど対応できていません。二種試験に至ってはですね、まだ外国語はゼロなんですね。タクシーバスの運転手こういった方に外国人をという声もある中で、やはり早く対応するべきだということ、このことを申し入れさせていただきまして、国家公安委員長からは、ぜひ前向きに取り組んでいきたいという、こんな回答もありました。そもそもですね、運転免許証は都道府県ごとに実施することになっていますので、これ日本人も、例えばですね、住民票は A 県にあるけれども仕事の関係で長らく B 県にいるという時に、例えば B 県で試験受けたい、書き換えしたいという時には、これ対応できないんですね。住所地でない言語が別の県であった場合に、そちらで受けられるようにすれば、私もう少し柔軟性が出てくると思うんですね。これにつきましては、道路交通法で外国人に限らず、受験者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う運転免許の学科試験を受けなければならないと、こう規定をされておりまして、他の県に住所はこちらだけども移してるじゃないかと、ここで柔軟な対応できないかということでございますけれども、こういう規定がございますので、こういった形で進めさせていただきたいと考えております。数年前、規制改革要望、これいろんな自治体からの要望なんですけれども、その中にも他の都道府県でも試験が受けられるようにという、そういった規制緩和の声がありましたけれども、混乱が生じるとか不正を防止できないとかっていうことで、いまだまだ解禁されていません。今デジタルとかですね、オンラインとか、いろんなことがこうつながっている中で、なぜこれができないのか。外国人であろうが日本人であろうが、自分の住所地以外、そういった道を開いて、もっと利便性を向上させるというのも、やはりやるべきではないか、このことも問題提起をさせていただきました。教えてやすえちゃん。